はいどうも AK です。2月8日の17時です。さあいよいよ盛り上がってきましたね。 J リーグの方ね、動き出していきます。開幕戦が来週からでしょうか。今日スーパーゼロックスやってましたね。横浜 F マリノス対ヴィッセル神戸、 J リーグ王者対天皇杯王者っていうことですかね。PK でヴィッセル神戸が勝ちましたと。 PK はもう外しまくって7人か8人目ぐらいまで行ってましたね。単発の試合ってことですね、あれはね。来週は開幕戦ですけど、私は名古屋鹿島戦へ足を運びたいと思います。名古屋のホームの自由席、すでに売り切れ。J1 の方は結構すぐ売り切れるんだね。アウェー側が通常売り切れるんだけど、今回パロマ瑞穂っていう、トヨタスタジアムではありませんので、名古屋のホーム側はすべて売り切れとなってます。で、ぶらり旅の方ですが、すべて終わりました。はい、フィンの方ですね、180まで行きまして、お気に入りクラブ、グレード80以上ガチャ券、引きまして、引いた模様、じゃあ、先ほど撮影しましたので、そちら、最初にどうぞ。運命のシュートが今、さあ、行ったぞ。また飯田選手ですね。はい、飯田選手フュージョンします。こちらの限定にフュージョンです。はい、こういう形です。お金がすごい高いね。12万8000資金必要ですね。高い高い。強くなる強くなる、やりました。はい、で、山賀の方のですね、キャプテン副キャプテン決定のお知らせということでホームページに出てましたので、そちら発表しておきますね。田中葉山選手がキャプテンとなりました。コメントが出てますね。生まれ育ったこの町のクラブで J リーグ昇格後の初代キャプテンを務めることになりましたこと、とても光栄に思います。新しいメンバー、新しいスタッフ、そしてクラブを支えていく皆さんと共に目標を達成できるよう全力を尽くしますというコメントをいただきました。で、セルジーニョ選手が副キャプテンになってます。副キャプテン3人いますね。セルジーニョ選手のコメントは、みんなから信頼され副キャプテンに指名してもらい嬉しく思います。チームの力になれるよう責任を持って務めたいと思います。そして、村山智彦選手、ゴールキーパーですね、副キャプテンです。ハユさんをサポートしてチームやクラブが良くなるよう、そして目標が達成できるよう頑張りますというコメントです。市船のゴールキーパーですね。ですから、布監督と被ってるかもしれないですね。そして、3人目の副キャプテン、塚川幸喜選手。岐阜へレンタルしてて戻ってきた選手です。自分の役割を全うし、チームの力になれるよう頑張りますとコメントをいただいております。いよいよ、始まりますと。ガチャですが、ただいまキャンペーン中で、まあ、クリスマスコインみたいなキャンペーンやってます。この200万人記念突破コインってやつがあるんですね。で、ぶらりホームタウン巡りの旅で、こちら90のコインは獲得しております。最大90までしか獲得できないのかな。こちらの有料のガチャの方を引きますと、ここ詳細見ていただくと、おまけでこちらの記念コインの方が5回引くと、300コインもらえますので、5回引きたいと思います。ですから300と、こっちの記念コインの方は390になるので、こちらの上2つですね。お気に入りグレード85以上と、金の方、どちらかですね。どっちか引きたいと思いますね。行ってみましょうかね。そうですね。全然いいカード引けてないですからね。私、福袋以降。どうしようもない引きですから。行きましょうか。欲しい選手ちょっと言わせてくださいね。欲しい選手は、POTM の方で行きますと、
ここに載ってるので言うとこの3名欲しいですよ。中川選手、レオナルド選手、健吾選手、あとは松本山雅の藤田伊吹選手ですね。あとは普通に重なってくる選手が欲しいです。重なれば何でもよろしいと。いきます。運命をボールに託して。音は取れてますかね。アップな、アップっていうかアウトだ。アウトですね。相変わらず好調ですね。重なってるプレイヤーはいるでしょうか。福森選手78、福森こういう形か。76とミドルレンジスナイプなんか持ってんの、ディフェンダーなのに。動かしようがないな、これ。保管ですね。保管になりますね、全部。大津選手、一応ちょっと待ってください。うん。いらないですね。はい、ここまで。いや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 、大津選手持ってたっけな。これだけか。大津選手売却ですね。はい、売却しました。続いていきましょう。連チャンでいきますよ。間にこれ一回挟ましてください。ガチャチケで。緊張の運命のシュートが今どうだ。はい、よし、いくよ。奇跡をこの一撃にかけて。蹴りました。やった。来たか来たのか。どうなんだ。58スタートです。グリーンと行け、グリーンと。行かないな。グリーンと行って。野村選手は欲しいけど、ヨルディバイスゾーンヨルディバイス、まあスキルは別にいいよね。タックルピンポイントだからね。保管ですね。即戦力にはなり得ないですけど、保管です。野村選手は、こちらに行っちゃうか。ね、こちらの方に、フュージョンすれば、レベル上がんないかな？上がるね。これで、行きましょう。限界を
超えた。EP つくね。つかない。やりましたー。シュートだらけだね。これでいいね。はい。